徳川成明。徳川成明は、江戸時代後期の大名、審判。日立三途藩の第九代藩主。江戸幕府第十五代、最後の将軍、徳川義信の実父である。第七代藩主、徳川春都の三男として生まれる。母は、久家、日野家一門の富山氏、明田院。幼名は、虎三郎、慶三郎。はじめは父。 春年より返帰を受けて、卑怯、年乗り、藩主就任後は、第十一大将軍、徳川家成より返帰を受けて成明と名乗った、本校ではすべて成明で統一する。四号は、鉄校、字は、古神、郷は影山、千両閣。新号は、大竹を国行きを立て命、押竹を国のみ立てのみ、こと、な、里安吉ら氏名成明のみことなど。 範囲は、十三未見中名言だが、こも、小一県大名ゴが送られている。反省改革に成功した、幕末期の名君の一人である。しかし、将軍刑事争いで、井い直介との清掃に敗れて、英知居となり、そのまま死去した。完成十二年、1 8百年3月11日、水戸藩江戸小石川藩邸で生まれる。春年の子たちの持続を任されていた。 前沢聖司祭の下で、水戸学を学び、聡明さを示した。春都市には成長した男子が四人見た。長兄の成信は、時代藩主であり、時系の松平来博氏は、文化十二年、1815年に、高松藩松平家に養子に、弟、松平来は、文化四年、1807年に、獅子戸藩松平家に養子に、松平家ともミト家の連氏。 と早くに行く先が決まったが、三男の成明は三十歳まで部屋済みであり、成信の控えとして残されたと思われる。なお、生前の春年から、竹に養子に入る機会があっても、不大大名の養子に入ってはいけない。不大大名となれば、朝廷と幕府が敵対した時、幕府について朝廷に弓を引かねばならない子があると言われていたという、武功維持。文政十二年。 1829年、第8代藩主、成信が軽子を決めないまま病となった。大名昇進を格索する、不我老の中山真守を中心とした、門松派より、第11代将軍、徳川家成の第20子で、成信正室、峰姫の弟ある、河之助、後の奇襲藩主、徳川成勝を養子に迎える動きがあったが、学者や家思想は成役を推し、 成明派四十名余りが無断で、江戸に上り陳情するなどの騒ぎとなった。成信の死後ほどなく衣装が見つかり、成明が家督を継いだ。天保2年、1832年、有栖川の宮折人氏新能の娘、富宮義子と結婚する。反省では、反抗、行動官を設立し、門抜派を抑えて、過手層から広く、人材を登用することに努めた。 こうして、戸田忠太雄、藤田東子、安島立脇、相沢聖司祭、武田幸運祭、青山節祭ら、成明擁立に加わった比較的敬拝の藩主を、持ち位藩政改革を実施した。成明の改革は、水野忠国の天保の改革に示唆を与えたと言われる。天保8年、1837年7月、成明は、を掲げた。また、 すいとり狩りと称する大規模軍事訓練を実施したり、農村救済に冷え層の設置をするなどした。さらに、国民開閉路線を唱えて、西意用近代兵器の国産化を推進していた。蝦夷地開拓や大船建造の解禁なども幕府に提言している。その影響力は幕府のみならず、全国に及んだ。またこれにより、水戸、奇州、 終わりの不可老小屋の大名昇格運動は停滞する。宗教の面では、寺院の釣り金や仏像を没収して、大砲の材料とし、廃寺や道端の地蔵の撤去を行った。また、村ごとに神社を設置することを義務付け、従来は僧侶が行っていた、人別改めなど、民衆管理のせいを、神官の管理へと移行した。このような仏教抑圧及び浸透重視の政策は、 明治初期の神仏分離、廃仏希釈の先駆けとなった。この政策は、反省を牛耳る、過労たちと反省改革を進めようとする中級、下級の藩士たちの間で、激しい派閥構想が繰り広げられた中、藩を一つにまとめる必要もあって行われた。しかし、高下元年、1844年に、鉄砲聖者の事件をはじめ、 前年の仏教弾圧事件などを罪に問われて、幕名により、家督を嫡男の義圧に譲った上で、強制隠居と謹慎処分を命じられた。その後、水戸藩は、門末派の結城寅和が実権を握って、戦争を行うが、成役を支持する、家志層の復権運動などもあって、校歌3年、1846年に謹慎を解除され、替え2年。 1849年に反省関与が許された。嘉永六年、1853年6月、ペリーの裏柄江港に際して、老中主座、安倍正宏の要請により解剖参与として幕政に関わったが、水戸学の立場から成明は強硬な上位論を主張した。この時江戸防備のために大砲74門を、中造師弾薬と共に幕府に献上している、うち1門が、 水戸の常磐神社に現存。また、江戸の石川島で、洋式軍艦、朝日丸を建造し、幕府に献上した。安政二年、1855年に、軍政改革参与に認じられるが、同年の安政の大地震で、藤田東子や戸田中大有良のブレーンが死去して、しまうなどの不幸もあった。安政四年、1857年に、安倍正宏が死去して、 堀田正敏氏が、名実ともに、老中主座になると、さらに開国論に対して、猛反対し、開国を推進する、井い直介と対立する。さらに、第13代将軍、徳川家定の将軍形視問題で、徳川義富を用して南紀派を形成する、井い直介らに対して、実施である、一橋義信を用して一橋派を形成して、直介と争った。 しかしこの清掃で成り明は、敗れ、安政五年、1858年に、直助が大老となって、日米修好通商条約を独断で調印し、さらに、吉富、家持を第十四代将軍とした。このため、安政五年、1858年6月に、将軍軽視問題及び条約調印をめぐり、越前藩主、松平義長と終わ藩主、 徳川義久一橋義信らと江戸城無断途上の上で、伊伊直介を喫問したため、逆に直介から7月に、江戸の水戸屋敷での謹慎を命じられ、幕府中枢から排除された。安政6年、1859年には、公明天皇による土の絵馬の密直が、水戸藩に下されたことに、伊伊直介が激怒、水戸での英知居を命じられることになり、事実上は、 政治生命を断たれる形となった安政の大国。万永元年1860年8月15日、窒居処分が解けぬまま水戸で急成した。去年61万60歳没。満月を観覧し、川屋に立った後に倒れたと伝えられ、壮年の頃から狂心症の症状が見られることから、死因は心筋梗塞と推定されている。 3月に起こった桜田門外の変から間もない時期であったために彦根藩市に暗殺されたのではないかとの風説があったが当時の彦根藩の調査では否定されている。日付イコール明治5年12月2日までは旧暦。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。